はい、皆さんこんにちは、元気なおじです。さあ今回はね、楽天モバイルの話題になります、ね、いや本当ね、残念な話題だよこれは。元気なおじいはね、一生懸命楽天モバイルを応援しているのにね、本当もうネットの情報を見ているともう倒産するカウントダウンみたいな、そんな雰囲気だよね。あのホニャイモンが結構楽天の話題ね、ボン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 出ててね。でホニャイモンだけじゃなくて、こうリアルとしてもうツイッターがすごいにぎわっているね。それでそのにぎわっている内容についてネタにする人もいればね。で汚れえなと思ったのがね、ネタにしてるやつがいて、でまたこういうのもね、ネタにするやつがいるけどもね、そういうのもどうかと思うけどって、お前がそれをネタにするじゃないかっていうね、そういうのもいたけど、何のね説得力もないやつがいたけどもね、じゃあネタにするなよって思うけどもね、じゃあネタにしますね。はい、そんなわけでね、店舗数1293、運営中が1249、閉店済みが44ね、倒産予兆かね、閉店相次ぐ楽天モバイル、ヒューね、ちょっとまた寒くなってきたな。よいしょ、よいしょ、お風呂上がりに厳重にあれしてたら汗かいちゃって、ポポ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 ね、で調子に乗って脱いでると寒いやっぱね。よし、はい、ねツイッターをね、いろいろ見ておりますね。これ全部ツイッターね。何かしら最近楽天モバイルのショップ閉店が話題なので、今後のメモ用にってことでね、全国の店舗集計して、43店舗ね閉店済み。はい、もしかして駅前の楽天モバイルもう閉店した、夏にオープンしたのに、せっかく私が契約したのに何様とかね。楽天モバイルが大量閉店、ツイッターで報告相次ぐ、運営これまで通りニーズと事業戦略に沿った出店計画を進める、ね、楽天モバイル閉店なしらしいね。0円廃止しちゃったし、店舗を増やすのも時代に逆行してたし、ドコモはすでに店舗を減らし始めてたからね。スマホを買うのも携帯会社を契約するのもネットでやる人が増えた、ね、まあでもそのネットでやるのが増えたけども、若者はできるけども、じじばばたちはそれができないからね、だから楽天モバイルの売りは若者はネットでもできるしね、分かりにくい方はショップもあるよ、アドバイスもするよっていうことでね、まあそのためだったのに、その楽天の場合はもう契約しちゃったら、あとは分かんないことはネットでやれよっていうね、サポートを受け付けてくれないっていう、なんかそんな冷たい店舗意味ねえじゃねえかっていうね。だ楽天モバイルできた時ね、おじいもそれ散々褒めてたんだよね。他のショップが全部投げたサービスね、で安くするために、まあそういう余分なお金ね、店舗とかサポートが使わない人もすごい高かった、そういうものを運営してるからね、だからそういうお金もかかってたね、だからそういうのをなくしてポポとかLINEもとかね、ああいうのもポコポコ出てきた、ね、でも楽天の場合はね、もうグループで全体でっかいしね、まあ、そういう人たちの味方だよ、ね、ネットでも店舗でもなんてやってるけども、まあ、結局はそういうことなんだっていう、おじがっかりしたもん、裏切られた感じがして、当時はすごい褒めてたんだけどね、他の三大キャリアがね、しばらく突き放してるところを楽天モバイルは優しくやってくれるんだってね、散々応援したのに、ね、楽天モバイル実店舗大量閉店ね、なんざんと、もともとそんな作る計画じゃなかったんでしょう、ね、楽天モバイルかなり危ないと思う。ソフトバンクみたいにボーダフォン買収するのではなく、ゼロからスタートしてどこでも電波届くはずないね、ロイタイさん大失敗、楽天
財務状況結構やばいらしい、ね、ゲージの影響もある、二台持ち辞めたという話を複数聞いた。 MNO に進出せず MVNO のままでいればよかった。携帯電話事業は金なる木だからうまく軌道になればメリットはあったと思う。楽天モバイルの大量閉店が話題に。ツイッターでは苦戦してるのか。10円プラン廃止の影響か、ね、IT 速報ということで、ね、そうだよ、あの MVNO のままやってればよかったんだよ、ね、悪い評判のまんま、ね、入るときは簡単に入れて辞めるときにはもうたどり着けないっていう、2時間経ってもたどり着けないっていう、自力でたどり着けない、ね、あのおじいもだって何回投げ出した、やめられねえっつって本当ね、どうしようやめられないっつって、ね、詐欺師みたいなね YouTuber のなんかね口車に乗って旧楽天モバイル MVNO を契約しちゃったんだけど、ああまあ何月だってやめればいいんでしょうなんてね、で12月いっぱいでやめればいいんだよねって6ヶ月分お金払おうかなったら、でも万が一のためにもう1ヶ月やってくれってサポートで言われて、でああもうそろそろやめようかと思ったら、やめどっからよ、やめる窓口でいいじゃんっつって、この中の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 っつってね、楽天モバイルはやめられないね。で、あの辞めるためにはものすごくいろんなアンケートだとかなんかいろんなものをやって先に進まないといけない、すげえ大変なんだよ本当ね。もう二度と楽天なんか入るもんかと思ってよその時ね。はい、楽天モバイルが大量閉店、ツイッターの報告が一部、運営これまで通りっていうね。プラチナバンド獲得のために数だけ増やせて、ことが終わったからってことに、じゃね、本当ひどいキャリアだ。なんだっけ、リンゴ、ね、毒リンゴと、要は、契約タイアップするために、300万回線っていうね、それを出されたということで、そこまでだから、ジェレイなりなんなり、卑怯なっていう手段を使って、テックを集めたっていう。で、アップルが正式に取り扱えるようになったっていうね。で、あともその後もペーって感じで、もうおめえらいらねえよ。ふっ！ね。除菌絞るように、おめえらいらねえんだよ。もう役目終わったんだよ。ちれみたいなね。そんな感じだもんね。ひでえな、ほんと。楽天モバイル閉店なしか。俺もジェロインじゃなくなったから移動したけど、IHA コムでいいから、ね、安いし、ぶっちゃけ楽天より早い。ね。右大さんの望み通りになっちゃう？ね。ひっそりと全国で閉店ラッシュ。できたばかりの数ヶ月で潰れた店も。SNS 上にこのような閉店の報告が上がり始めたのは、今年12月に入ってから。エリア的にも都内だけでなく愛知県や大阪府内など至ってさまざまで全国的にこのような動きが出ている可能性がありえそうなところ、ね、まあ、おじいの地元ではねそういうところはないけどね今のところね。ジェルエンキャンペーンでつながらない使えないことを周知させただけやね。そうだね、本当使い物にならねえよってそのキャンペーンだったね。一旦離れた人を戻すには時間かかる。自分も昔ソフトバンクに MNP して使えないからすぐ au に戻ってまた Y モバに行くのに10年以上かかったからね。楽天モバイルさんひっそりと全国で閉店ラッシュ。おじいはもともと PHS とかね使って、で一番最初はやっぱり最初がねドコモ、ね、まあドコモしかないというか周りがどこもね携帯ばらまいていっぱいインセンティブをもらえるっていうのね流行ってたからね、もらってなんてね、いいよってピッチももらってせっかく取ったら回復していいからってねその分のお金払うからってね、持ってるだけでいいのってね、そんな時代もあったよね本当。でその後ソフトバンクね、ずっとソフトバンク安いからね、でも地震が来てソフトバンクだけ使えなくてもうその時に懲りたからね、
プラチナ会社がないとこんなに違うんだってね。でこのプラチナ回線対応したら対応したで、そのプラチナ回線を対応した機種じゃないとダメとかね、本当何なんだよって、ね、でソフトバンクはあの縛りね、あの携帯ただと言いながら、昔は何あのチキチキ割りだからなんだか分かんねえけど、あの980円プラス、なんか昔はね、昔はですよ、昔はそのチキチキ割りみたいなのが月額いくらだかで、900いくらだかで、980円かなんかで入って、でそれで今月分の払いが あのチキチキ割り代でいくらがゼロってなって、 このお金を払ってるんだよ。だからこのお金を払ってその端末代金の支払いがいくらがマイナスいくらでなるから、それを消すためにここでお金、このお金がかかってるんでこれに入るっていう、えって感じで、よく考えるとこれを2年3年払ってると結構ないいお金になるんだよ。でやっぱ子供出し買ってるんだよね、みんなただただって言うんだけど、でその後は本当確かに月額料金があってホワイトプランとか入って、でその月々割っていうのがお金が今おじいのもね、もう今ないけども、それはだからそのお金がなくて、その何年契約のやつで、いくらが割引がマイナスになって、まあ本当にただ本当にただっていうか、おじいの場合は1万円で買ったんだよ、1万円で、ね、おじいは1万円で買ったね。でもあの後の人はただだったね。まあそういうのがあるけどもね。で今プラチナバンドになってからはソフトバンク別に困ったことがないんで、まあ、ずっと使ってるし、まあ、au だけは絶対に行かないって決めてるし、で楽天モバイルはね、あの使えるとこは使えるけど使えないとこは全く使えないか だから本当に万が一なんかあったら困るからね。さすがに OG もプラチナバンドないのに楽天モバイル1個にするっていうのはさすがにできないよ。やっぱ万が一だけど命と引き換えになっちゃうからね。だからさすがの節約家のおじいもこの連絡ね、緊急連絡手段である電話はやっぱちゃんとつながるやつを持ってないとね、怖い、本当もう命は粗末にできないよ、あの怖い考えで。ただ楽天モバイルがプラチナバンドをもしゲット、今ゲットしたとして、じゃあ今移動できるかっていうと、あの1個前の動画の花火さんの話じゃないけども、機械がみんなバラバラね、で何かあった時にバーンっていっちゃう、あのもう時限爆弾抱えてるようなもんだから、だからやっぱりプラチナバンドを持ったとしても楽天一本には絞れないよね。必ず何かのサブを持ってないと困る、ね、だからまあそれ考えるとね、どうだろうね。はい、次、楽天モバイルが11月末で閉店ラッシュ、こうなんだね。でね、ね、閉店のお知らせ、楽天モバイルトダー店をご利用いただき誠にありがとうございます。当店は令和4年11月30日終了日をもちまして閉店することになりました。閉店後のお問い合わせは以下お願いします。例のね、悪徳ダイヤルこれはフリーダイヤルか、0800はフリーダイヤルで楽天入ってる人専用で、で楽天入ってない人は050でね、これはお金かかるんだかね。あ、楽天電話からかけると無料だか、これはね。で0800は0120と同じやつだよね、これはね。全国で楽天モバイルのショップが続々と閉店している模様、中には数ヶ月で閉店したところもあるようです。一方で新規出店もありますが、そのほとんどが家電量販店内に併設するパターンね、ということで、だからそこの店員がやってても楽天モバイルがやっても同じだよね、お客さんから見たらね。そういや月末だったから楽天モバイルに借りようと思って近くの店舗行ったら
閉店しましたって言われたタイミング、はい、そんなわけで、これはね本当予兆、ほにゃえもんがね楽天マジやばいよね、ね、だ本当もう一か八かで行けるところまで行くのか、それとも他の楽天グループを守るためにね、手放すとか、それとも KDDI にね取ってもらって、そこの CEO でやるとかね、ほにゃえもんのね動画見てる方も多いと思うけど、どうするのかで、もう無理だと思うよ、ね、楽天モバイルはやっぱ知識もないし技術もないし安く済ませて、その粗悪なもの、昭和の時代の中国製品と同じで、本当安かろう悪かろうで、まあ爆弾変えてるようなもんだからね、本当ね。だからね、安物買いのジェニオ次第になっちゃうね。まあそれまだジェニオ次第ぐらいのジェニオを持ってればいいんだけど、安物買いで命中次第になったら怖いでしょ。万が一の時ね。電波がつながらないと、本当緊急の時の連絡がつかないね。いろんな人たちが困る。インフラってそういうもんなんだよね。だからね、やっぱりね、楽天モバイル三木谷さんの考えだと無理だと思う。こういう通信事業ってそんなに甘くないね。あ、こんなこんとこやって当てていったらまあ一気に儲かるから、うん、まあそこまで乗り切れば行きちゃうじゃないのなんとかってね。でそういう感じでしょ結局。だ無理だって本当、どんどん手放した方がいいね。今のところ皆さんからの意見聞いてると、アマゾンね、アマゾンが吸収してくれたら嬉しいよねっていう、やっぱみんなそこが多いよね、意見としてはね。はい、そんなわけで皆さんの意見はどうですかね。これはもう倒産予兆じゃないのかな、もっとどん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 加速するような気がするね。とにかくおじいは楽天モバイルはね、別に好きでも嫌いでもどうしようもないし、使うときは使う、使わないときは使わないけど、やっぱり応援したい気持ちの方が強いよね、本当。最終的には結果往来になってくれればいいなと思うんだけど、でもその他の楽天グループ自体が本当もう楽天自体が倒産しちゃったら、ほにゃえもんが言うように、だからまあ楽天市はもうアマゾンに勝てないのは少量なんだしてね。でじゃあ自分たちが持ってあげればいいのに、ね、店側の方に無茶押し付けてね、で裁判で負けてるよね。だね、根本的にねダメなんだよやり方が、ね、だからいろんなショップとか、だからディズニーとかああいうところもショップが離れちゃったんじゃないか当時ね。みんな撤退しててよね、その話出た時にね。だからね、経営者には向かないんだね、はっきり言ってね、うん、ダメだと思うよ、そんなに甘くないんだよやっぱ、ね、はい、そんなわけで、まあでもおじいは楽天はでも結構応援してる方なので、応援してる側なので、ただこういう情報を作る時には忖度なしに思ったことをストレートに言っちゃうんだよね、本当自分が感じたまま、ありのままに、ね、だ本当ね、今を乗り切ればとか、ゼロ円固定を排除すれば、あとは黒字しかないから伸びる一方なんだっていうね、もうあまりにもひどいことをしすぎたから、お客をバカにしてるから、やっぱね無理だと思うよ、本当に、ね、楽天グループが全部消えるか、それともモバイル事業だけ手放すか、楽天証券がどうのこうのってなんかほにゃえもんがなんか言ってたような気がするけどもね、あんま興味ないからよく分かんないけど、証券とかそういうのはね。さあ皆さんはどうですかね。
楽天モバイルに頑張ってほしいか、楽天モバイルを手放しても楽天グループ応援したいか、それとももう閉めてなくなっちゃってもいいよ花のか。で楽天グループが、全部倒産してなくなっちゃったら、その競争していたところが楽天がライバルとしてなくなったら、またね、物価が上がっちゃうかもしれないよ。もし、まあでも楽天のかな、そこまでの影響はないか、楽天の場合はないね。楽天はないや。はい、そんなわけで、まあ皆さんの意見もあったらコメント投稿していただければ、また集計取って紹介したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。